はい、お願いします。じゃあ第3部ね、あの弥生賞の具体的なちょっと解説も僕なりにしていこうかなと思いますね。はいはい、まず一番の問題はそのグリューネグリーンが、はい、その3着以内に入らなかったことですね。はい、僕たちにとっては、うん、はい、大問題は。そうですね。うん、はい、あのその理由はですね。はい、結果見てもらったらわかるんですけど、うん、はい、1着のタスティエーラのコーナー順位、うん、3432、トップナイフ3234、ワンダイレクト5654、うん、ね、これは1コーナーは、タスティエーラだったら3着、3番目に通りました、はい、2, 2コーナーは4番目に通りました、うん、3コーナーは3番目、うん、そして最後の4コーナーは2番目でしたっていうことですね、はいはい、でこれ見てもらったらもう最初からその先行ですよね、はい、ワンダイレクトでさえあの最初の1コーナーのところで10頭中5番目ということはちょっと遅いぐらいですよね、うん、これちょっと遅かったですね、うん、うん、これまともに出てれば、うん、2着だって同じですよねっていうのはあの1着のタステーラと 0.2 秒しか差がないんですね、うんうんうん、そして2着3着4着は同タイムなんですね、はいはい、そしてそもそもルメール騎手ですよね、うんうんうん、そして先行しないと勝てないっていうことはもう分かってたレースなんですよ、うん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 、それがその馬番2番だったのに、うん、5番目ということは、うん、やっぱり多分ちょっと出遅れましたね、うん、多分見えない出遅れですよね、うんうんうん、あの記録には残らない、うんうんうん、だからワンダイレクトはもうちょい上だったんじゃないかな、うん、これちょっと一歩間違えたら、うんうん、はい、あの、皆さんは、プロの方々は、YouTube とかブログでね、はい、タスティエーラ強い強いって言っても、確かに強いです。うん、ただ、はい、じゃあ、トップナイフは賞金足りてたんで、はい、トップナイフが明治だったら、はい、賞金足りてるから明治じゃないんですよ。はい、このレースね、うん。で、ワンダイレクトが逃げてなければ、はい、果たしてタスティエーラは3着に入れたのか。なぜならばもう4着にはアームブランシュという吉田豊騎手ね、パンサラッサで、はい、何倍やったっけ、13億の賞金をね、もう2000の、だから1着の馬はタスティーラは1800の実績だけですよね、で2着3着4着に関してはもう2000の実績がある馬なんですね、ということはまあこの結果から見てもあのやっぱり距離を重視した2000っていうことはまあ正しかっただろうなと思うんです。でだからタスティーラをダメって言ってるんじゃなくって、やっぱりこういう前哨戦という馬、あのレースっていうのは、はい、特にまあトップナイフ分かりやすいですね、はい、あの絶対明治じゃないんですね、はい、でグリューネグリーンも明治じゃないんですね、はい、賞金足りてるから、はい、うん、この10頭の中で賞金、はい、本当のことは分かりませんよ、うん、はい、だけど賞金足りてるのにあの怪我を覚悟で、うん、馬も騎手もやらないとなかなか馬圏内に入れないのが競馬だって僕教えてますよね、はい、いや賞金足りてて皐月賞にはもう出れるって分かってるのに、はい、いやそんなに頑張りますか、うん、ってことなんですよね、はい、だけど、はい、だけどなんです、はい、あのグリューネグリーン、はい、ちょっとやりすぎやろってことです、はあ、うん、あの、うん、デムーロさんだったら、はい、まあ、なんか教えたのかもしれないですけど、はい、いやもうちょっと前行かないと、うん、あのまあ、プロですから平気なのかもしれないけど、うん、あのいろんな人からなんかいろいろ言われるよねっていうことですよね。うん、ですから、まあ、グリューネグリーンは8886だったんです。いや、これ無理よってことです。わかりますよね。うん。わかってた。で、グリューネグリーンって G3 で1着になった時って、あの、逃げてるんですよね。うん。だからまあね、今回も、っていうね、これまあ、その、一流のプロの騎手ですから、あの、世間の人たちが、ああだこうだ言ってるっていうのは、あの、僕は何も正しくないと思うんですね。誰も。でも僕は、あの、なんか、ある意味カウンセラーとしてね、
いや、そこまでこう文句言われてから、うん、耐えれるような人間ってなかなかプロでもいないよねっていうことなんですよね。うんうん、だったらもっと前行ってよかったのにっていうね、のがありますよね。で、僕はきっとデムロ騎手だったら、もっと前で競馬できてたんだから、だって同じ馬に乗って G3 で逃げて一着になってたんだから。そうですよね。うん、だからできるし、もやるだろうと思ってたら、何か考えがあったんでしょうけど、結果的には、8886だったんで、僕たち投資家、うん、もしくは競馬ファンとしては、うん、まあまあ、デムーロさん、期待してるんだけどなっていうね。うん、この次から、はい、そうですね。うん、もう少しちょっとファンのことも喜ばしてくれると、はい、まあ、プロですからそういうわけにはいかないのかもしれませんけどね。はい、うん、これ何話してるかっていうと、はい、遊び馬券、ね。はい、ってなってきたときに、うん、トップナイフとグリューネグリー、まあ、本当はトップナイフって3着以内に入らなくてよかったんだということです。わ、うん、かりますよね。わかります、はいはい、うん、だからといって、まあ、もちろんタスティエラは中2周で走ってきてるんですね。うん、っていうことは、もうどうしても皐月賞出たいっていうのは、まあ、わかるんですよ。はい、だから、目一だからと言って、はい、馬券内に入るっていうのは違いますよね。うん、一生懸命頑張ってるから成功するとは限らないわけですから。で、ね、で、だから、まあ、うん、まあ、タステーラ自身は、松山騎手もね、一着になってよかったし、すごく強い馬だったなとは思ったけど、はい、まあ、皐月賞のこと考えたときに、うん、うん、どうなのかなって、もうめっちゃ目一よねって、うん、エネルギーめちゃくちゃ使ったよねっていうことですよね。はい、うんうん、で、これで、イコールタステーラが皐月賞でダメとは思わないでください。うん、はい、だけど、まあ、多分このね、その皐月賞出れるのって多分ね、うん、タスティーラとトップナイフとワンダイレクトとグリューネグリーンなんですよ。うんうんうん、で、この4頭がまあ少なくとも競争するとすれば皐月賞で、うん、はい、まあ、多分力を余らしてるのは、はい、グリューネグリーンとトップナイフなんですよ。はい、そうですね。で、タスティエーラは超明治だったんですよ。はい、で、ワンダイレクトももしかしたらそこまで行かな、はい、行ってなかったのかもしれない。うんうん、そうなった時に皐月賞が本番なんで、はい、それ考えた時に皐月賞が、まあ、この次からはもうタスティエーラもその G2 の2000の実績一着というものがあるんですよね。うんうん、わかりますよね。そうですね。仕事馬券では機械的に多分選ぶでしょうけど、うん、ね、うん。遊び馬券って考えたときに、うん、いや、この前もうちょっと、一生懸命走りすぎてないっていうね。うん、こういうことを考えるのも、うん、競馬の楽しさなんです。わ、うん、かりますよね、うん。楽しいんですよ。うん、肩使ってないや、言って先生から怒られてばっかりで、うん、ドキドキしながら、うん、ね、また私3人の中で1人だけなんか違うって言って、なんかドキドキして、ね、ね、なんかご飯も、ね、ご飯もなんかあんまり美味しくないような感じで、なんか申し訳なかったなと思うんですけど、うん、本当は競馬楽しい。ねえ、危険性もある。うん、だけど、やっぱり僕はどうしてもその楽しさというものを知ってほしいということもあって、遊び馬券というものを、まあ、危険性もあるんで、7月からね、うん、まあ、ちょうど1年、僕にああだこうだ言われながらやってきたんで、うん、まあ、さすがにわけのわからんことはしないでしょうというね、信用のもとに、うん、やってほしい。そのためには7月になってから急に遊びましょうって、うん、遊びも当たらないと楽しくないですから、うん、ね、今からの、うん、そのカウンセリングに関しては、うん、買ったものも、はい、買ってないものも、はい、遊びに関しては、うん、僕に質問した方がいいですよね。わ、うん、かりますよね、はい、じゃあ今回たまたま、うん、まあ遊びの三連複というのは今回はしなかったということですよね。
もうね、ですよね、そこまでね、できなかった、うん、ですよね。できない、あ、いいんです、いいんです。これは全然いいの。うん。うん、だから、よう選ばないですね、ワイドもちゃんと仕事して、三連複もちゃんと仕事して、うん、三連複も当たったということも確認しました。うん、仮想馬券だったけど、はい、じゃあ遊び馬券はどうしたんですかってなったら、このことって僕に聞いた方がよくないですかね。はい、4番というのはトップ、トップナイフを固定して、うん、遊びではね、トップナイフを固定して、そして、ゴッドファーザーと武豊騎士のね、はい、それとタスティエーラと、レボルタード、うん、横山武史騎士のね、この3つを選んだんですよね、はい、そしたらこれの、動機ってあります、うん、理由、うん、それを僕に聞いた方がいいですよ、はい、うん、うん、まあやっぱりこのレース、うんうんうん、からね、うん、まあ、遊びやから何も気にしなくていいです、自分の思ったまんま、うん、今思ってるまんまを言ってくれたら、はい、遊びに関しては絶対先生は怒らないんです、うん、はい、わかりますよね、はい、うん、そのまんまでいて、だって遊びに正解も間違いもないから、うん、はい、だけど一番勉強になるんですよ、うん、はい、わかりますね、はい、うん、今回もだって遊びもう当たってるんやから。そうなんです、うん、まあ当たったんですけど。わかりますよね。はい、まあ、まあ、ここにも書いてますよね。うん、実際、これ言っていいですよね。別に秘密じゃないもんね。うん、1000円、500円、500円という掛け金をかけたんですよね。うん、うん、そして、その最後の方にね、どうせ当たったんやったら、うん、5000円、1万円で買っていたらと思うと、うん、情けない金額ですね、ってか。いや、まあ、そう、もう、もったいなかったなと思いますよ。うん、もったいなかったなって。はい、うん。ねえ。だけど、まあまあ、まあでもそのためには、うん、これたまたま当たったからよかったけど、はい、普通当たらないんですよ。あ、そうですか。うん、いや、そうじゃないですか。今までずっとやってきて、うん、YouTuber の真似しても当たらなかったんですよ。はい。ということは競馬って当たらないんですよ。はあ、わかりますよね、はい。言ってることわかりますよね。うん、はい、だから、例えば、副賞から、ワイド、うん、ワイドから生まれんって、これ難易度で言うたら3番目に難しい生まれんというものを選んでるんですよ。で、ワイドでもなかなか当たらなかったですよね。はい。わかりますよね。うん。うん、いや、生まれんはだから普通外れるんですよ。あ、そうですか。はい、だから、今回たまたま生まれんが当たったから言うて、はい、5000円、1万円かけときゃよかったじゃないんですよ。はい。わかる、はい、うん、じゃあ本当に私もっと生まれんが、うん、当たりたくなりたいです、うん、もっと言えば三連複が当たりたくない、当たりたいです、うん、当たりたいです、はいはい、そのためにはあなたはどういう理由でこの生まれんを決めましたか、うんうん、ね、はい、で僕だったらそれはちょっとしないな、こっちの方にするなっていうのを言いますから、うんうん、僕なりに、はい。これはルールじゃないんで守らなくていいですけど。はい、じゃあなぜ、うん、トップナイフを選びましたか、うん、トップナイフはやっぱり、うん、そういうとね、かな、うんうん。何もまあ、うん、まあ、実績がたくさんあって、うんうんうん、まあ絶対、うん、結局はこの、うん、選んだ軸馬は、うんうんうん、まあ、まあ、絶対、まあ、3番までに入る馬っていうことで、うん、まあ、肩で言えば、うんうんうん、選んだんやけど、うんうん、トップナイフの方が実績とか中山経験もあって、この方が来るって思ったんですよ。うんうん、まあ、着順としては上だろうなって考えたわけですね。上だろうと思ったんですよ。うん、で、これ。で、それを、絶対軸にいいか、うん、はい、これどうして馬単にしなかったんですか、うん、一着の自信はなかった、そうなんです、うん、その理由はのね、うん、なんかね、うん、なんかで、うん、なんかそういう、うん、どうしたんかな、うん、ただなんていうかな、ただ単に自信がなかったのか、でもまだ明治ではないっていうのをね、なんか聞、分かってたんですよ。うん、なんか、分かってたと思います。聞いたんですかね、うん、そうです。ね。うん、YouTube で、今まで僕と一緒にやってきた中で、はい、そういうのも話してたし、多分、まあ僕も言ってたかもしれません。うん。うん、で、まあ当然です。明治じゃない。ないんでね。うん、ね。
わかりますよね。そうですね。うん。ここ大事ですよ。はい。明治じゃなくて、馬単じゃなく馬連にしたんだったら、うん、ね、うん、4の固定は少し危険でしたねっていうことです。はい、そうですね。はい、言ってることわかりますよね。はい。うん。はい。これ第3部だっけ？そうですね。したら、もうちょっと続けましょうかね。はい、第4部で、はい、これ当たったからよかったけど、はい、ね、うん、少し危険な買い方でしたよっていうことです。はい。うん、それ、次、続けていきましょうかね。はい。はい。じゃあもうこれで、一旦。一回切って。